そういえばさ、空港に戻らないといけないんだけどもさ、私がさ、動画でさ、ワルシャワの動画作ってる時にさ、クリスマス装飾あそこにさ、駅デパのところのあったよね。それが年々へちょくなってるからさ、今年はちょっとどうだろうと思いながら、見に行くだけ見に行こうか。 S3 が使えない以上 S2 使わないといけないしね、時間が時間なんでね、早めにね、できる限り早めにね、 S2 の方に戻りたいとは思ってるんだけども、どうせね、ワルシャワに来たんでね、クリスマス装飾が豪華になって戻っているか、それともどんどんへちょくなっているのか、ちょっと行ってみますね。でね、どうせなので、これは前も動画撮ったんだけども、ワルシャワで泊まるんだったらばメルキュールがいいよね。メルキュールってすぐそこだからね、すぐそこだからね。でヒルトンは前動画でも撮ったけど、ヒルトンこっち側なのよ。あとマリオットあるけど、マリオットよりもあっち側なのよ。だから距離それなりにあるんでね、それなりってまあ歩ける、もちろん歩いていける距離なんだけども、断然使いやすさはね、メルキュールなんだよね。ここのすぐ後ろ側で、駅デパにもつながってるしね、すごい便利だよ。まあ、もしかして豪華になってるんでは、なんかそんな感じがする。もしかして豪華に復活みたいな感じなんだろうかね。あ、綺麗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 だけど、どうだろう。あ、微妙に復活してるかな。あ、でもやっぱりへちょかったかな。なんか昔はね、昔はなんかここにいっぱいあったような気がするんだけどね、気がするっていうよりはあったんだけどね、いろいろと予算カットっていうことで、あれが4つくらいになっちゃいましたみたいな。でさらにテナントみたいなのも、まあそれはテナントみたいなのは建てようと思えばいつでも建てられるんだろうけども、まあまあ微妙みたいな感じでね。ここ駅デパね、いつも動画に撮ってる。はい、じゃあね、戻りましょうか。 S2 の方向にね、戻らないといけないね。 S3 がね、使えない理由がちょっと分かんないんだよね。一応そのなんか障害っていう風にはなってんだけども、何をもって障害かっていうのをちょっと詳しく私が見たのでは書いてなかったので、また違うところ見ればすごい詳しく書いてるのかもしれないけど、まあ、とりあえず現状そういうことなんで、早め早めに戻りましょう、ホテルに。S2 でね、戻る場合ね、これショッピーナって書いてるでしょ、ショパン空港に戻りますよってことね。で、時刻自体はね、ちょっと遅れてるみたいだけど、多分ね、こっちからでもね、逆側空いて乗れるとは思うんだけども、とりあえず私はちゃんと移動して、こちらの3番の方に降ります。中央駅があそこでね、でずっとつながってるわけよ。でそれは昔の動画で私撮ったんだけども、であそこで1回下がって地下通路でこう上がってきて、で今ここにいるみたいな感じかな。来たね、はい、ショッピーナーって、ワルサーはロッティースコーなんとかショッピーナー、はい、で今ねここなので、ここまでね、空港まで行きますよって、これは飛行機のマークあるよね。でこれで、戻れるよってことね。で今日はね、さっきも言ったように S3 がないから、S2 からね空港へ向かうというパターン、まあ、空港から、町へ行く、で町から空港へ行くっていうパターンで動画作らせてもらいました。はい、そういうわけでね、無事に空港に着きましたと。であとは緑になったらね、ここ開ければいいんだけども、緑になってもね、開けないと、押さないと開かないからね。だから気をつけてね。それとね、緑は緑だけどもね、
これ押しちゃダメだよ、これは SOS だからね。ね、人がほら、なんて言うんだろう、いないからさ、多分、ね、そういう場合押さないといけないんだろうね。でね、緑になったままね、開かないんだけど、もしかしたらショパン空港で緑になって終点だから勝手に開くかもしれないね。あ、開かねえ、やっぱり、うん、やっぱり押さないとダメだね。はい、そういうことでいつものショパン空港に着きましたと。あとはね、いつも通りです。矢印に向かってね、進んでいけば目的に着くからね。 S2 で電車降りてすぐそこがね、切符売り場だからね、ワルシャワ空港着いた場合ね。でね、多分ね、今ふと思ったんだけどね、ほら、なんでね混乱するかっていうと、20分とかね、90分とか、あれって多分困ると思うんだよね。だから戻ってこないといけない場合とかね、S ラインっていうかね、使うんであれば、ずっと使うんであれば1日券買った方がいいってことだね。